ちょうど100か。今日はね、知多半島のね、先端、豊浜港の大新丸さんのお世話になってます。はい、大新丸さん。私ね、よく夏のスルメイカ釣りとかね、冬は赤ムツだったり、はい、中深場で時々伺ってます。はい、私は初めてです。愛知で釣りするのは。来たことは何回もあるんですけど、初めて釣りするんで、とりあえず今日は僕が東京湾スタイル、はい、いつものディットイッチ。で、ブチさんは、少し、まあ、大阪湾のやり方も入れつつ、まあ、少し私なりにどんな釣り方が合うのかね、やってみたいと思います。ちょっと当たりがね、まずね。そうですね。じゃあ頑張りましょう。よろしくお願いします。お願いします。ここはね、知多半島から出船したけど、今、いわゆるイラコ水道って呼ばれるとこね。ちょうど知多半島から少し南出て、渥美半島と三重県側のちょうどこう湾の出口になるところ。ここがなんか最近すごいドラゴンが釣れるっていう噂で、ちょっと意気揚々と来たんだけど、楽しみでね。ね、水深が 100でね、ほとんど底反応、そこから15釣ってましたね。はい、ちょっと私はスロー巻き、デッドスロー巻きに少しジャークを入れるようなスロー&ジャークで攻めてみたいと思います。はい、リートイッチ炸裂するでしょうか。炸裂させて、はい、こっちも当たってる、当たってる当たってる、終わせる、いきなりダブルヒットじゃん。ダブルヒット、1投目でダブルヒット、いいね。よいしょよいしょ、はい、ダブルヒットで、はい、いや、東京湾スタイルでも大阪スタイルでも両方ほぼ同時ヒット、やった、ね、やりました。しかもいいサイズじゃん、ねえ、ね、はい、じゃあ私の釣り方軽く解説しますね。まあね、水深 100m で 15m なんで、ちょっと広いんで少し大きめに早めにを意識しながらちょっとねやってみますね。まあ、そこ着きましたら、ちょっと巻き取り量も少し多めで、アクションもちょっと派手で、で止める、でこの止めた時にね、やっぱ当たり出ますんで止める、動かしっぱなしより止めた時の方が当たりはやっぱ見やすいです。慣れてない方なんかはぜひね、止めるのをおすすめしてますね。で止めも2秒ぐらいですね、1秒2秒ぐらい。基本はこれで50センチ巻きぐらいですかね。3回ちょん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 で、まあ状況に応じてこういうね、ちょっと指示棚の範囲が広い時なんかはちょん少し巻いて1メートルぐらい巻いちゃうとか、そういうアレンジね、いろいろやってみるといいと思います。で逆に幅が狭い時なんかはもうほんとちょんちょんちょんで20センチとか、そんな風にも変えていろいろねアレンジやってますんで、はい、おーい、さすが、そこからね5メートルぐらい、おー、またそれもでかいんじゃない？なんかちょっと肩良さそうですね。タチウオっぽくない引きしてます。あれ？はい。ほら。ほら違う。何？おお、サワラだ。サワラじゃん、本当にサワラだった。ほらサワラ。でかいよ、しかも。そこから5メーターで、やっぱり、ね、引きが違うと思ったんですよ。僕のね腕が合ってました。
ってみてください。一人で74メートルです。だからトルネーター巻き締めたね、楽しみにください。じゃあブチさん移動しました。大井道、大井道先端、先端タチウオ先端、タチウオ釣り盛り上がってるじゃん。ねえ、さあ天野で攻略できるか。どうでしょう。触ってきたよ。あ、追わせよう。65、65だからやっぱ下から 10m だね。ほらまだ追ってる、まだ追ってる、まだ追ってる。おー、当たってる当たってる。あー、かかってない。よし、かかったよ、ブチさん。65、さすが。おー、元気。いた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 。こちこちしてる。ほらほらほら、もうほら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 、どうでしょうこれ。もうこれ、いやもうこのね、穂先柔らかいのでやるとこの当たり見てるだけでも楽しいね。あーあー、かかったかかった。何回でも来たよ今。結構ボロボロになってる。ボロボロ、すごい。3回ぐらいかけ損なって、それでもまだまだ当たってきた。餌がすっからかんです。はい、今日私が使用しているのは快適船タチウオテンヤスペシャル、新しい新色ヘッドと、そして針の形が少し変わってですね、分かる人には分かるこの違い、速攻でかけられるような設計になってます。ぜひお試しください。おい、当たってる。ほら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 。でもね、これ本当たりじゃないんですよ。結構ほら、タチウオはさ、弱らしてから食べるっていう習性があるから、今一生懸命このイワシにね、外からアタックして弱らせようとしてる。あれは合わせてもかかんないんですよね。そのうち下からガバッとこう来るときに穂先がプーンって持ち上がる。それが本当たりで、パシッとそこで合わせるとね、なんとも言えない快感なんですよね。かかんでブチさん。すげえ当たる。なんすかねこれ。すごいでしょう。かけた。でもやっぱね、かけてすぐジョグですねこれはね。はい、もう指でね、すぐ操作できるからね。エアコードも軽くていいよね。そうなんですよね、これ標準装備ですからね。そう、一日中しゃくっててもさ、ほんと疲れにくい。きたー、イエーイ、楽しいよ。いやいやいや、イラコ水道最高。てんやもグロー系当たってるね。いや、ブチさん、むしろ俺グローばっかり。ほんと、やっぱりね。そう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 、やっぱこれ大阪湾と似たところもあんのかな。ねえ、今日確かにちょっと塩はね、濁ってる感じ。そうですよね、それもあるのかもしんない。結構楽しい。私も今ね、大ちゃんの見ててちょっとグローつけてみました。いや、当たりはすごいですね、ほんと。すごい、ほんとすごい。ほんとイワシ頭だけついてるから、ね、来てるじゃないのこれ。すごいよ。しかもだんだんパコーンって食い上げるようになってさ、なんかまた棚上がってきました ね。いや、面白いですね。当たりがこんだけあるのはね。ほら、もうこのボロボロまだいっちゃう。はい、渡辺大五流餌付けコーナーの時間です。まあ今日のね、イワシちょっと長いです。結構長いんで、でこれがね、今絶賛発売中 AG、紫ゼブラです。まあ、一応こんな感じで、もうちょいですね。もうちょい、これぐらいが理想かな、東京湾なら。で今日ちょっと、愛知小型がちょっと多いんで、少しもうちょい短くこんぐらいにしたいと思います。でここで
切ります、切ります、ちょっとだけ斜め、斜めですね、ちょっと斜めですね。でまあお腹切ります、でお腹出します、します、そうしましたら乗せます。でね、この後ろ2本がダブルになってますんで、しっかりねホールドしてくれますんで、まあ形としてはこんなですよね、こんな感じ、こんな感じで、ここでね指押さえながら、でまあ戻して、少し尻尾と頭は少し強めに押さえましょう。で今ね、私やり方はね、ここのここにちょっと巻きつけるような、こんな感じ、わかりますかね、このねがっちりホールド、こちらの使い方の説明ですね。まあまずね、これをてんやの穴に通してもらって、こういう状態にしてください。こんな感じですね。これこっちがね、あのこっち向くように下になるように、こんな感じで使ってみてください。結構ね柔らかいんで角度調整できますんで、まあ少しね癖つけていただいたりしてやってください。まずですね、ここに骨の際ですね、こんな風に入れていただいて、でこれを奥まで入れて、で乗せる、こんな感じですね。で最後巻くときちょっと強く押してもらって、なじませるような感じですね。こんな感じになりますね。で結構ね、餌やられてもヘッドの部分がね結構ずれませんので、これだとこんな感じで、じゃあ実際にねこれ使ってやってみたいと思います。あ、当たってます、当たってます、当たってます、ほらすごい食ってます。もう10回以上当たりました、ね、はい、こんだけ当たって、こんだけバコ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 当たって、尻尾まで切られたけど、ヘッドの方はねここまで傷いってますけど全然ずれてません、しっかり固定されてますね。これががっちりホールドの力です。ガンちゃんさ、竿きれいに曲がってるけど今日何使ってんの？今日はね、結構当たりが多いんで、ええ、勝負早め早めで91-180、あ、先上しのやつね、はい、あ、言ってるそばからで、いい曲がり、スーパーメタルトップで結構しなやかなんですよね。あの曲がりも綺麗ですね、うん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 、でああいうもぞもぞ、今みたいなもぞもぞも結構取れるんで、なるほど、俺はもうこれ大好きな竿です。すんげえ上で食ったよ。はい、ブチさんダブルヒット。お待たせ。どんだけいるんだろうタチウオ。ねえ。イエーイ。はい。イエーイ。イエーイ。ダブルヒット。店長すごいっすね。やばいぐらい入れ当たりです。もう毎年こんななんですか？そうですね。結構カズ釣りは楽しめると思いますね。型はどうなんですかね。やっぱりでかいドラゴンが釣れるような時期っていうのは限られてるんですかね。イラゴ水道最初の時期の方がやっぱり圧倒的にこう型は見やすかったですね。あ、なるほどなるほど。その何月頃なんですかね。9月の頭からまあ10月中ぐらいなんですね。どうですか、てんやのお客さんって結構増えました？はい、ね、やっぱり大きいのが出るって魅力的じゃないですか。そうですね、もうエリア的に東京湾も結構てんやの人口が増えて、はい、多分こっちもかなりてんや人口まだまだ増えるのかなと思うんですけど、はい、もっと愛知の方でね、てんやが普及してくれると本当に僕らもね、大きいのが釣らせたいんで、ね、フィールド的には最高だと思うんで、はい、まあ、またお邪魔しますんで、はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やばいっすね、楽しいね、はい、楽しかったです。いやだ、どんだけタチウオいるのって感じ、ね、もう入れパク状態でしたね、はい、まあ、これもね多分また船長もおっしゃったように、てんやの人口がどんどん増えそうだと思うので、はい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 、まあ、期待できると思います。
ね、また来たいですね。そうですね、はい、多分ね潮回りなんか良ければもっとドラゴンもねバンバン当たってくると思うんですよね。そうですよね、まあサイズ的にはね、うん、ちょっと小ぶりが多かったですけど、いやでも当たりがこんだけあれば、はい、まあね、来る価値ありますよね。見せ場はいっぱいあると思う。そう、はい、また来ましょう。また来ましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画も面白いらしいけ、皆さんチャンネル登録もしとってねー。